なんで妹さん占わなかったんですか？俺兄弟いないから分かんないけど、でももし俺だったらまず自分の家族占うと思う。そんなのとっくに聞いたわ直接。でもそれ嘘かもしんない。ありえない。なんでですか？他人が聞くのと家族の私が聞くのとじゃ全然違う。嘘つくほどこの子に余裕なんてない。西田さん、ずるいです。もし私生き残れたら次西田さんに投票する。村人が一人いなくなったら自分が殺される可能性も高くなりますよ。もっと理性的になってください。こんなくすみたいな状況で理性とか言ってんだよ。